たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスの帝王ゴルゴサウルス。博士、オーストラリア支部から緊急連絡が入りました。こちらメルボルン自然保護連合オーストラリア支部。オーストラリア西部に異常隆起、至急調査願います。オーストラリア支部からの連絡を受けたボンフリー隊は、隆起地帯が中世紀の地表というので恐竜出現の可能性ありと判断し、直ちに出動した。博士、やはり本部コンピューターの予測通り、この付近の地殻は異常に変化しています。それと実に奇妙な大地があります。高さは約200メートル、周囲は切り立った絶壁で、頂上は平らで植物に覆われ、かなりの広さです。生物が生存している可能性もありますね。奇妙な大地だな。大地の上の植物を調査してみます。気をつけてな。上の方は霧でよく見えねえや。さて、この上に何がいるかだ。鬼が出るか恐竜が出るかだ。シーガルの準備はできたぞ。気球で行きましょうよ。上にはどんな動物がいるかわからないのよ。エンジンの音で驚かしちゃかわいそう。なるほどね。よし、バルーン発進準備だ。行ってくるぜ。
ねえ、僕も行くよ。いかんいかん、定員は2名だ。重量は60キロばかり余裕があるんだがな。わかった、じゃあ行ってこい。はい。方向変換装置、異常なし。了解。お前が乗った日には気球が上がらないんだよ。さて、お嬢様を崖の上の天国へお連れいたしましょうか。では。3人はのんびり気球旅行か。さて、こっちも久しぶりにのんびりするか。ガラ、油断は禁物だぞ。万が一ということもあるからな。風が出てきたな。さっきまであんないい天気だったのにな。ゴーさん、風が出てきたようだ。十分注意してくれ。あ、了解。下がっていくわ。6度、5度、たった150メートル上がっただけなのに。異常気象っていうやつさ。異常地帯だわ。植物は全部中生代のもののようよ。土の底からこんなに高く持ち上がってきたの？信じられないけど、そうとしか考えられないわね。ここでも植物が枯れかけてるわ。こう寒くっちゃな。動物なんか全然いないみたいだな。お腹が空いてるのよ。危ないわ。あ、地球に戻れ。食いついてやがる。きっとお腹が空いてんだよ。
か、次。すごいライティレだ。おい、崖へ叩きつけられるぞ。崖から離れろ。三人とも大丈夫か。あ、ジョージさんだ。ジョージ、来たな。頂上付近は空気が渦を巻いている。ダメだ、とても降りられない。ジョージ、着陸は無理か。ああ、上空はものすごいラッキールだ。ゴーさん、そっちは大丈夫か。なんとかやってみる。でも早く来てくれよ。あ、分かった。それじゃあ一応モーフリーに戻る。すぐなんとかするからみんな頑張ってくれ。ジョージさん、早く来てよ。大丈夫よ、迎えに来てくれるわ。本部、こちらジョージ。大地上でゴンさんとレイコがゴルゴサウルスに襲われています。マサオも一緒です。頂上付近の気流が悪くてシーガルドは降りられません。私とガラで崖を登ってみます。ゴルゴは凶暴だぞ。電子ショック銃を使ってみろ。了解。ただいまゴルゴサウルスのデータを送ります。ガラ、モニターの音声を隊員のヘッドホンにつないでくれ。オッケー。ゴルゴサウルスは約7000万年前白亜紀に生息していた肉食恐竜です。体長約9メートル、体重約8トン、200歩行の恐竜で、長さ80センチもある大きい頭に、口には20センチもある突き出た鋭い歯がついていました。その鋭い歯で死んだ恐竜の肉を食べていたであろうと思われます。性質は凶暴で草食恐竜も襲っていたと考えられます。肉は厚く丈夫ですが、首の下の部分が薄く弱点になっています。俺ダメだよ、高いところは高所恐怖症なんだよ。黙って俺の言う通りにやれ。ザイルを腰に巻くんだ。少しだぞ、いいか。もうダメだよ。慌てるな、落ち着くな。死にたくなかったらじっとしてろ。
ちまおう。殺すしか手はないよ。ゴーさん待って。ダメかと思ってよ。あ、テラノドンが。たところをいただきだ。まずボンフリンを奪え。イエスサー。動くな。手を挙げろ。今度はいただきだぜ。父上もおとなしく外へ出ろ。長次さん、こちらマサオ。どうした。バトラーたちが鉄砲を持ってボンフリンを入って、あ、ゴンさんが捕まった。レイコ姉さんも。しまった。首を取れ。上の奴らが降りてこないうちに早いともやれ。
トラー、お前とは話しても無駄らしいが、これだけは言っておくぞ。恐竜を殺すことはモーフリー隊が許さん。いいな。うん。作業の邪魔だ。立ち去れ。とにかく負けだ負けだ。だらしのない奴らだ。引き上げろ。はい。わあ、やった。あ、ボッキーが来るよ。早く来れば、あんなおっかない目に遭わなくて済んだのにな、もう。ゴルゴサウルスもこうして見ると可愛いもんだぜ。あのままあの大地にいたらきっと飢え死にしてしまったわ。保護区に行けば腹いっぱい食べられるさ。元気になったら保護区の王様になるかもしれないね。そうだな。でもまだまだ強い恐竜が現れるかもしれないぞ。またどこかでな。救出しようとするボーンフリー隊に迫る山火事、襲いかかるもう一羽のテラノドン、火の手からテラノドンを無事救出できるだろうか。次週、恐竜探検隊ボーンフリー、飛べテラノドン、お楽しみに。